で NF 気質、うん、よく我々のところだと、うん、神様アポロン、うん、理想主義者だ、うん、っていう話をしてるんですけど、うん、ここで書かれているのは、うん、一致を求める人、一致を求める人、あ、そっか、うん、自分探しをしてるってよく言うんですけど、うんうん、その一致ですかね、自分との一致、自分の考えが正しいかどうか、なるほど、うん、理想の自分、一致を求める人、うん、NF 合衆国男性の 16% が直感ので感情、うん、合衆国の女性の 26% が直感の感情型ですと。直感、NF、感情の人は多いですね。そうですね、多いですね、うん、特に合衆国だと女性の方が多い、うん、16%パーセントとかってめっちゃ多いですよね。16タイプある中の 16% 占めてる。そうですね、うん、まあ感情の人は多い傾向はありましたが、うん、直感感情の人は人生の意味を探求します、うん、完全で満足できる関係を夢を見る、うん、共感的で愛情深い心を持っている、自分とパートナーの潜在能力を引き出そうと努める、うん、自分の理想が妨げられない限り対立を避ける、うん、女性の NF 理想主義者はしばしば自分の温かさ、思いやり、理想主義、創造性を評価してくれる NT の知識追求者に惹かれる、うん、男性の NF はその多くの特性が女性的と見られるため、この、まあ、アメリカの本だと、うんうんうん、そのアメリカのマッチョイズムの中だと、うん、生きにくさを感じますと、うん、彼らは、誘惑したり過度に攻撃的になったり、うん、頑固で柔軟性を失ったりして過保証するかもしれませんと、うん、で ENFJ、うん、外交で N なので可能性を感情、うん、フィーリング重視で決めたい人、うん、ENFJ、うん、合衆国男性の 4% が ENFJ、 合衆国女性の 7% が ENFJ、うん、ENFJ の人は責任感があり精力的で人を助け熱心、うん、彼らはコミュニケーションがうまく社交性に優れ人と一緒にいるのが好き、 ENFJ は関わりになること、忠実さ、平和に生きることに価値を置いていて、人間関係に対立があったり関係が壊れたりすると自分を責め、あるいは意地悪く、恨みがましくなりますと、うん、タイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ7、タイプ8にこのタイプがよく見られますと、なんか何でもありじゃんってなってきました、うん、で ENFP、うん、まあ、何度も申し上げますが ENFP、 P っていうのは知りたいっていう人ですね、うん、ENFP 合衆国男性の 7% が ENFP、 合衆国女性の 12% が ENFP、うん、はダイナミックで自発的、楽しいことが好きで熱心で過度に積極的に見られることがありますと、彼らは肯定の言葉を必要とし他の人に巻き込まれすぎて自分を忘れます、絶え間なく新しい人あるいは物事を好きになるように見えます。 ENFP の人は大抵の場合愛情深く情熱が冷めると移り気になります。タイプ2、タイプ7によく見られるタイプです、うんうん、外交的でスマイリーな人ですね、うん、まあ、さっきもそんな人いましたけど、スマイリーとか、はい、で、そんなタイプの内向型、うん、ENFJ、うん、合衆国男性の3% が INFJ、 ごめんなさい、 INFJ ですね、うん、内向型で、合衆国女性の 5% が INFJ、 INFJ の人は決然として責任感があり創造的で忠実ですと、彼らは幾分無口で孤独を好む傾向がある、調和を求める強い欲求のため INFJ はしばしば自己表現や限界を設けることに失敗し自分の苦痛を一人で抱えることがあります。人の感情によく気がつき理解されないと深く傷つきます、うん、タイプ1とタイプ4によく見られますと、うん、なるほど、 NF の内向型は、
タイプ4が多いかもしれないですね、うん、生きづらい。そうですね要は争い事が嫌いで、うんうん、ちょっとあの喧騒から逃れ、うんうん、その理想を追い求めている感じ、うんうんうん、で INFP 男性の合衆国男性の 6% が INFP、 合衆国女性の 7% が INFP。 INFP の人は義理堅く思いやりがあり、物思いにふけり、物貸しが柔らかい、創造的、自己批判的、謙虚な傾向があり、一人でいる時間がたっぷり必要ですと。拒否あるいは侮辱に敏感で、自分の感情を表現するのが下手な場合もあります。自分の深さ、理想主義、敏感さを評価している魂の友を探しますソウルメイト、うんうん、INFP の女性はしばしばそのしっかりした心と決断力を称賛されますが、男性の場合は自分は他の男性から受け入れられないと感じるかもしれません。タイプ4とタイプ9はこのタイプに属する場合がしばしばですと、うん、なので男性のこのタイプは確かに、うん、あのアメリカのドラマとかに出てくる、うんうんうん、いじめっ子キャラ、いじめっ子キャラ、いじめられっ子とかでよくからかわれたりする、うんうんうん、でこうおとなしくこう隅っこでそうですね確かにアメリカだと、うん、マッチョイズムの国だと生きづらいかもしれないですね、うんうん、NF の男性は雰囲気が柔らかくて好きだと、うん、っていう女性もいるよってことですね。それはいますよね、はい、うん、NF の男はジェンダーギャップに悩まされるなと、典型的な男性像から真逆だから男らしくいろとされると辛いと、という感じですね、はい、